今日ご紹介する福岡県太宰府市の天海稲荷社は、九州で最も古い稲荷神社として知られています。午後の日差しが優しく降り注ぐ中、太宰府天満宮の門をくぐり、天海稲荷社へと続く参道に足を踏み入れます。参道の途中には、梅ヶ枝餅で知られる茶屋があり、餅を焼く香ばしい香りに誘われます。そして参道の入り口には風に揺れる稲荷社の上り旗がたくさん立ち並び、訪れる人々を静かに迎え入れます。参道を進むとやがてきつい坂道に差し掛かります。それはただの道ではなく、歴史と信仰が息づく社へと誘います。坂を登り切ると天海稲荷社の本殿がそびえ立ちます。さらに本殿の後ろには奥の院があります。奥の院は静寂な空間であり、神と接する神秘さを感じさせます。それではお参りします。この動画を見ている皆様の運気が上がり、天に道が開けますように。天海稲荷社は神秘さ、歴史、そして信仰の深さで多くの人々に愛されています。この地を訪れることはただの観光ではなく、心の旅とも言えるでしょう。